はい、どうも、ゆうとです。前回やったわらしべ長者の交換相手が使いました。こちらのお二方です。どうも、にんにんです。おたです。二人ともあれですね、これそよぎ選手ですよね。地元三好なんで。あ、そういうことなんですね、はい、32番なんで1年しか。そうなんですよ。来てないやつですね、はい、直筆でこの同じく三好出身の長川選手の、はい、長川選手が中学校時代に働いてたんですけど、実はそこで一緒に野球をしました。中学生ですか。そうです。で、まさかまさかの、はい、僕長川選手から、はい、なんと三振しました。三振したんだ。ほんといいカーブを投げてました。カーブだったんですか。はい、フォークではなくて、もうなんで今投げない。志麻さん、赤ゴジラの志麻選手、ほんと子供を大事にしてて、サインくださいってこう色紙をこう出すじゃないですか。僕飛ばされたんですよ。あれ？と思って次にポンポンってやってるんですよ。はいはい。なんでだろう。ごめんね、子供が先だから言った後に戻ってきて。そうなんですよ。え、マジっすか。戻ってこのサイン、子供先に書いてあげて、うん、終わってから戻ってくる、はい、これはいい話だな。こちらは、はい、パッと見で分かっちゃうんですけど、カープに関係ないですけど、はい、全く関係ないです。すみません。清原選手、清原さん、松田スタジアム初めてオールスターがあった前日、まあ、清原さんが来られて、その時にいただいた、はい、日付もちゃんと書いてありますもんね、はい、いろいろあって、今ちょっとね、野球界に戻ってくるのが厳しい状況にあるんですけど、そうなんですね、まあ、自分個人的な意見なんですけど、メジャーとかで、ね、うん、バリー・ボンズ選手もいろいろやってしまったじゃないですか、はいはいはい、コーチしたりとか戻ってきてるじゃないですか。清原選手には西武の監督とか、まあ、監督じゃなくてもいいんですけど、野球界に戻ってきてもらいたいなっていう気持ちが。ぜひぜひ。今回のわらしべ長者、はい、こちらをいただけるんですか。これはもういいですね。さすがにこれは今回の、交換はこれとは別のものです。別のもので、今回これこの2枚なんですけど、新井選手と黒田選手。そうです。1回カープから FA で阪神タイガースに、はい、交渉する最後の日にいただいたサイン、これは、黒田さんのサインですね。これでも2006年。6年ってことは、こちらもメジャーに行く前のですね、同じ時こう出ていく直前にいただいたこの2枚のサインをわらしべ長者の交換として出してもらっても大丈夫なの。大丈夫です。 OK。 よろしくお願いします。はい、こちらお願いします。ありがとうございます。今回、新井さんと黒田さんのカープを出ていく直前にいただいたサイン2枚、いただきましたんで、この2枚のサインと、交換していただける方をこれから募集していこうと思います。一軒家、最終的に一軒家を目指しておりますので、こちらと一軒家でも構いません。そよぎ選手、どこにいても応援します。そよぎ選手、頑張ってください。きっかけの後悔図は握りしめて進め